マゾフシェ県は、ポーランド東中部の県。県とは、ポーランドの首都でもあるワルシャワ、ポドラシェ県、バルミア・マズウルイ県、クヤビポモージュ県、ウッチ県、シフエンティクシシュ県、ルブリン県と接している。1999年1月1日、ポーランドの地方行政区画の改正に伴い、誕生した、面積、人口ともに、ポーランド最大の県である、プーツクは、 ビスワ川のほとりの町、典型的なマゾフシェ地方の田園風景の中にある、旧市街にはその規模の割に教会が多い、ローマカトリック教会から組織的に独立したカトリック教会であるマリアのマネビ会教会が非常に盛んで、プーツクジヒと施しの聖堂が中心地となっている。また、中央最大の石卸会社、PKNO 連の本社所在地でもある、ワルシャワは、 ポーランドの首都で中東部マゾフシェ県の県とビスワ川中流に位置するポーランド最大の都市。英語ではワルシャワと書く国王や大貴族の邸宅であった素晴らしい宮殿があちこちにあり、町の規模に比して宮殿の非常に多い都市として歴史的建築物の多いヨーロッパにおいてさえも異彩を放っている。旧市街を中心としたワルシャワ歴史地区は第二次世界大戦で破壊されたが、 戦時中にレジスタンス活動の一環で建築物は全て詳細な図面を取って隠してあり、戦後これらの図面をもとに建築物は市民の手によって完全に再建され、ユネスコの世界遺産に登録されている。さらに第二次世界大戦で破壊された市内各所の宮殿群も同様の経緯で現在も次々と元通りに再建されつつある。 毎年5月初旬には大規模なパレードがあり、この時1万人もの市民が、ベートーベン公共局第9番第4楽章の歓喜の歌を歌うことが伝統行事となっている。和前期宮殿公園のショパン像広場では、毎年5月半ばから9月末まで、毎週日曜日の正午と午後4時の2回、無料の屋外ピアノコンサートが開かれる。ジェラゾバボラは、マゾフシェ地方の田園風景が美しい村。 作曲家、フレデリック・ショパンの聖果が博物館として保存されている、ワルシャワから近い。また、この地方は、ショパンの聖果のようなマナーハウスが非常に多く、多くはよく保存されており、いくつかは一般の住宅として使用されている。この地方の領主は、古い家系のシュラフタが多く、その領地も代々の分割相続を重ねて、中小規模となったものが多いため、 彼らの本宅となっている宮殿でさえも派手で豪壮なものはあまり多くない。また、大貴族が別荘内しワルシャワ郊外の抱え屋敷として所有していたものもある。全体的にこじんまりと落ち着いた女性的な外観を持つ傾向がある。博物館やホテルとなっていることが多いが、共産主義時代に、 当時の政府が元の所有者から押収したまま廃墟の状態で払い下げを待っているものもある。ありがとうございます。